今回は雪印パーラーのリトルベリーズパフェを紹介させていただきます。右からこちらがですね、アロニア、シーベリー、そしてハスカップの3つのベリーが使われているパフェです。今回こちらのリトルベリーズで使われている3つの消化術にはそれぞれキャラクターの名前があります。今回ハスカップではユウの名前が使われているんです。では早速いただきたいと思います。いただきます。すごい酸っぱい感じもあるんですけど、そこまで酸っぱくもなく、なんかほんのり甘い感じがしてすごい美味しいです。このシーベリーというのもあまり食べたことがないので、ちょっと食べてみたいと思います。このシーベリーの方がちょっと酸っぱい感じがしますね。サクッとした感じが食べれてすごい美味しいです。この3つの消化術のちょっとしたほんのり甘酸っぱい感じがアイスクリームとすっごいぴったりの相性です。甘すぎるのが苦手な人もすごい食べれるかなと思います。こちらが三種果実、アロニア、シーベリー、ハスカップが配合されているクリームチーズチョコレートです。では早速クリームチーズチョコレートをいただきます。すごいレアチーズケーキを食べているような、そんな感じがします。後からチョコレートの味がほんのりしてすごい美味しいですね。では続きましてハスカップチョコサンドクッキーをいただきます。いただきます。ハスカップの味がすごいしますね。ウェーハースって結構いろんな味がないと思うんですけど、これはハスカップの味がして美味しいです。今回はリトルベリーズのパフェや、チョコサンドクッキーですとか、いろいろ食べさせていただきました。パフェですとか、すごい酸味もあって甘さが控えめになってとっても食べやすいですし、その他のコーヒーも本当に美味しいです。で今回こちらのリトルベリーズで含まれている3種の果実、ハスカップ、アロニア、シーベリー、こちらはですね、体にとってもいいベリーですので、皆さんもぜひこちらで食べてみてください。今回食べさせていただきましたもの以外にも様々な商品が販売されておりますので、皆さんお手に取ってみてください。